open, I feel the waves cut through me, hypnotized。 はい、皆さんこんにちは、ジンジンでございます。今日はですね、福岡県に来ております。ここ福岡県は限界ゴルフクラブ、何があるかと言いますと、コスモス製薬さんがツアー外競技で、シード選手45人集めて試合をしてくれるということでですね、今日は連覧をしております。久しぶりの登場でございます、朝日プロでございます。イエーイ、久々だね。久々っすね。元気しました？元気よ。今年初試合じゃないですか？今年初だね。初試合ですよね。4月だけどね。3月末ですけど、この試合優勝賞金なんと2000万円。すごいよね。すごくない？2日だぜ。2日間の競技で40何人で2000万。予選落ちなし。最低賞金40万前後。それぐらい。40万はある。ということで、この限界ゴルフクラブで一緒に回ってる池村智代プロです。イエーイ。はい、で今3人で練習ラウンドしてるんで、1ホールだけ対決企画しようかなと思います。はい、ここ17番最後キーになってくるホールですね。これは優勝争いしたら結構しびれる、しびれるね。パー3、だいたい200ぐらいですかね。200ヤード。ここをちょっと皆さんに攻略法をちょっと教えたいと思います。行ってみましょう。お願いします。192アゲンスト、はい、5番や。結構上げてるね。結構上げてるね。やばい。左から行こう。ちょっと滑ったね、足。うな。オンザグリーン。オンザグリーン。朝日プロは何番でしょうか？5番です。5番。うん。ユキのも取ってたな。行く行く。おお、マイガー。マイガー。マンペラ。マンペラ右。乗れ。タブグリーン。タブグリーン。5番です。5番。おーい、いい球。よいしょー。よいしょー。いい球だった。いい球でした。ね。俺はクソだったじゃんね。うん。全然なんか右行って右行ったっすね。こう行って9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 。どうすか、久しぶりの試合、調子の仕上がりぐらいは。いや、悪くないんだけどね。悪くないですか。うん。どうと思うよ、仕上がりは。いや、今日浅井さんにワンポイントもらって、だいぶ変わってきました。変わってきた。いい感じ。楽しみです。俺のおかげだね。うん。本当は、賞金のパーセンテージもらわないと。10%。10%? でかい。受賞したら200万もらえるってこと。マジ？でも確実に4万円はもらえるってことだよ。そうだよね。マジか。あたす。俺もちょっとレッスンしてこだれば。誰する？俺のレッスンしてよ。行ってこいだね。ここ最近の。そうっすね。ここ最近の近況報告。ここ最近ですね。九州でいろんな試合ありまして。はいはい。4試合ぐらい戦ってきたんですけど、僕はね。ほぼ20位と30位ぐらいなんですよ。まあいいじゃん。ショックねえよ。ひどいんだから今ゴルフ。20位30位大変だぜ。いや大変じゃないよ。九州の試合でね、みんなやっぱシード選手は優勝争いしてる中で、はい、俺だけなんか違うところで回ってるもんね。まあ全然良くないっていう。そういう時もあるよね。そういうこともあるね。ここ限界ゴルフクラブは福岡市から1時間15分ぐらいかなで来れる、すごい林間の松林の結構狭めのコースで、
俗に言う昔ながらのコース、グリーンちっちゃくて砲台グリーンでグリーン周りが難しいというコースになっております。これは難しいアプローチですね。ライン悪すぎ。だいたい30ぐらい。何が悪かった？ワンクッションの方が良かったね、うん、ちょっと色気出しすぎたわ色気ないくせに色気しかないから。3打目動画にならないよ、こんな打ってたら次やろ。だからさ、僕もね、乗ったと思いきや乗ってなかったんですよ。これもう、もう落ちたらもう最初まで行く。下まで、下まで行っちゃう。これ奥あかんね。奥あかんね、うん、さあ、ニンジンバーディーパット上りだね。十分綺麗な。まあまあ、うん、ナイスタッチ、まあまあナイスタッチですね。あ、先行こうか。お、これで打つのむずいな。ナイスパー。池村プロのバーブロック池村バーディパット。バーブロック池村、いいね、いい名前だ。カップ過ぎてから下ってます。カップ過ぎてからオーマイガー、ナイスバーディー。ナイスアムロック、マンツヨだね。ナイスアムロック。さあ最初プロボギーパット。おおー、まあ、最後まで打ってもらおうか。ダブルボギーパット。ダボボギー。ダブルボギーでございます、先輩。はい、仕上がってないっすね。さっきまで何も良かったのに。いや、カメラ回した途端全然ダメっす。やっぱカメラに弱い。カメラに弱い。やっぱパフォーマンスしたがる。うん、あ、パフォーマーだからね。パフォーマーだから。職業パフォーマーって言ってるもんね。職業パフォーマー。ちょっと友よパター見して、はい、パター構えてみて。アームロックね。それ何の利点があんの？手首をこう使わないように。使わないように。それさ、ロフトがさ、めっちゃ寝てんだよね、これね。はい。何度あんの？わかんないです。寝て、それを、あ、左腕に固定して、アームロックして、立てて打つ。はい。したら、ストロークが安定する。はい。手使わずに済むみたいな。はい、なるほどね。めっちゃ良くなりました。デシャンボーとかがやってるやつね。そうです。ああ。よれなくなりそうだよね。めっちゃ安定します。うん、ただ難しいのがロングパッドが、ロングパッドの距離感。はい、ロングパッド離していきます。あ、そうなん。はい、普通に。ああ、いいかもね。はい、なるほど。はい、というわけでさっきのショートホール終わりまして、僕がパー、先輩がダボ、友よがバーディーと、ナイスバーディー。ナイスバーディー。まあ、こんな風に今回も連覇して、明日からの、明後日からかの2日間、はい、健闘を祈ります。皆さんの、いや、こちらこそ。こちらこそ。頑張ってくださいね。みんな、まあ、僕も頑張ります。頑張りましょうね。うん、まあ、優勝どんぐらいのあれになると思います、回った感じ。優勝スコア今ハーフしか回ってないけど10アンダー。まあ、2日間10アンダー硬いですね。メンツがメンツっすもんね。そうやね、やっぱすごい。やっぱ風強そうなんですよね。あ、そう、ここ風吹いたらもう海そこだからね。風ついたら、風ついたら、風吹いたらすごいってお考えてた。お考えてた。お考え言うにはな。お考え言うにはな。限界はな。風吹いたらすごい。それ限界ちゃうか。もう限界。というわけで、まあ言ってなかったんですけど、まあ朝日プロ負けたんで、朝日プロの、
ウェッジ皆さんにプレゼントしてます。いいっしょ。いいよ、ウェッジ。いいっすか。いいよ。うわ、太っ腹。ほらウェッジ、ほらサンドウェッジね。ウェッジね、うん、1本サンドウェッジ1本、うん、おー、視聴者にプレゼントしちゃいましょうよ。もちろん、プレゼントするんで詳しくは概要欄まで。概要欄まで。はい。まあ、だいたいいつもあれなんです。プレゼントは、うん、僕のインスタフォローを、あああヨシノブのインスタフォローを。あ、ノブも入ってる。そうそうそう、ヨシノブのインスタフォローを。俺の出してやった、俺のもよ。そう、じゃあ今回は先輩のウェッジなんで、俺のアサジプロのインスタもフォローを、はい、で、うちのノブくんに DM 送っていただければ、はい、当選者を選びますので、はい、まあ応募してきてください。というわけで皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。